はい、ホイチャンネルです。まあ、皆さんご存知かもしれないですが、このトレーラーですね、今日はご紹介しようと思います。はい、ホイチャンネルです。今日はちょっと、はい、うちのチャンネル、まあ、バス好きの方がよく見られてるんで、はいはいはい、もうトレーラーとかトラックのことあんまり知らない方も多分おられるんで、もういろはのいいから、はいはいはい、教えてもらっていいですか。了解します。まあ、こちらは自体は分かるようにこうトレーラーですね、はい、いわゆるそのトラックなんですけども、はい、半分に折れる、はい、車体になってます。でまあ、これヘッドっていう部分ですね、こちらのまあトラクター、いわゆるトラクターですとかトレーラーヘッドって言われている部分と、まあ、台車ですね。台車、これ一応タンクローリーの仕様の車になっているんですけど、はい、まあ、これにこう分かれていまして、まあ、いわゆるここを軸にですね、まあ、車が折れ曲がりながら動きますよ、そんな車になっています。はい、まあ、いわゆる付け替えができるんですね。車体自体を違うタイプに変えることもできますし、まあ、通常のトラックよりもまあ重量が大きい荷物ですとか、はい、そういうのをこう走らせるための車というような形。つまり、はい、取り替えができてこの折れるタイプのトラックをトレーラーっていうのでいいですね、はい、全部一括りで、はい、でトラクターと台車で名前も違うという、はい、細かく言ったら、はい、はい、あっちに走っていくのがありますけど、あれがまあ単車っていうことですね。単車、はい、あ、まあ、一般的なトラックですね。トラックですね、はい、あれに比べると全長も当然若干長いですし、はい、まあ、取り扱うのはちょっと量が、はい、特別な運転技術がいるというふうに思います。はい、まあ、車全体的にはこれはあのセバクラさんっていう奈良県の、あのお店なんですけど、はい、で一応作っていただいた車なので、はい、あ、ステッカー貼ってあります。あ、そう、ファンクショナルクールスのこと、まあスローガンが書いてあります。はい、まあ、通常のトラックに比べて違うところというと、やっぱり、まあ、一番は塗装かな、塗装です、感じですね。まあ、塗料、これ乗用車の塗料を使ってるんですけど、はい、なかなかね、ここまでそう綺麗に乗用車の塗料を塗って使うトラックって少ないので、はい、あのツイッターでよく、はい、アルピナブルーでしたっけ、はい、そうですね、はい、あの BMW アルピナって車があるんですけど、はい、その純正塗料をそのまま使ってるよね。紫がかった、はい、赤みがかってるっていうんですか、紫がかってるんですかね、青色。そうですね、ちょっと角度によって紫っぽくなったりとか、はい、少し変色するような感じですね。やっぱりこれが目を引きますね、このタトゥーですね。ヘンダタトゥーっていう、まあ、はい、いわゆるこのフロントパネル自体を削って金属の地を出すんですけど、はい、で G 出したままだとすぐ錆びちゃうので、それにすぐクリアを塗ると、まあ、こんな感じのカラーリングになるということですね。でこれはメッキはちょっと黒っぽいのは、これは元カラーですか。はい、これも、あのスモークタイプにこう塗ってるんですよね。純正のメッキってもっと明るいシーンですね。はい、はい、変えてるような感じですね。はい、カラーが、まあ、追加されていて、まあ、上の部分と下の部分と、はい、上とついてるんですけど、まあ、通常これはあの走行中には使えないんですね。あ、まあ、これ の, あのいわゆるポジションライトっていうあの LED のタイプの明かりが2種類つくんですけど、はい、本当に明るいやつはもうかなりの光量があるので、あ、一般道を走行すると相当眩しい。まあ法令的にもちょっとつけちゃいけないよと思ってるんで、あ、まあ、ポジションライトだけ使って、海外のトラックは普通にあのつけて走ってます。本当に暗闇すごいですからね、海外の。そうですね、街灯がない いるんですかね、やっぱり。使うんですか。
このアイラインみたいのも、これも後付けですか？そうですね、これもセドプロっていうお店のセドプロさんのオリジナルの、まあ、部品というか部品で、はい、って感じですね。もうフルカスタマイズで羨ましいですねこれは何なんですか？これはあの実は拡声器になってまして、はい、要はその運転席の中の声がここから聞こえるっていうようなものになってますね。バックの PPP ではないんですね。あ、ではないですねこれちょっともともとその教習で使おうかなと思って、まあ、いわゆるこの車の、まあ、動かし方っていうかトレーラーの練習をするために一応ここ自体もその研修所なんですけど、はい、その時に要は、まあ、何人かの方々とやるので外でこう見てる人と中で何言ってるのか分かるよね。そのためにこのスピーカーがついてます。で後ろに回ると、はい、これはエンジンの裏側というかそんな感じですね。そうですね、まあ、呼吸類と呼吸類がエアクリーナー、エアクリーナー、まあ、エアクリーナーに通じてるダクトというか、ダクトで、この奥にエアクリーがある感じで、基本トラックっていうのはもうチルトといって前にこうキャビン倒して、はい、この下にエンジンが詰まってる感じなんで、トラックはちょっとバスよりも結構振動もあるし、ちょっと真下にエンジンが入ってる感じ、はい、その辺がちょっと違うかなってところですね。これ可愛らしいこのエアサスですか？ここ、あ、そうそうそう。いわゆるキャブサスといって、キャブサス、はい、まあこの運転席の衝撃を和らげるための。手のひらとさ比べると、はい、手のひらサイズだ。手のひらサイズのイヤサスがついてる、まあ。バスにはないかもしれない、ね。このサイズで。これも珍しいんです。あ、これも一応まあ日本のやつじゃないんですけど、はい、まあ、工具箱になってて、いわゆるこれ防水の工具箱なんですね。外から水が入ってこないように。あ、パッキンがついてて、まあ、いろいろ工具だとか。入るようなっていうのがありますね。結構トレーラーこのステンレス型の、はい、なんですか、大きいなんか工具箱みたいについたやつもいますよね、はいはいはい、多分一般的にはステンの箱が多いんですけど、まあ、要はこれ樹脂なんで、はい、まあ、非常に箱自体は軽いんですよ、ね、軽量化にも、そうですね、軽量化に仕上げることができる。これはバスみたいに開いたりはしないんですよね。横はそうですね、ナットで、ナットで締めてあるんで、整備するときはこれを要は一回外さないといけないですね。あんまりじゃあ整備性はそこまで考えられてないんですね。考えられてない感じですね。完全にサイドバンパーというか、はい、まあ、この裏にエアタンクがついてたりとか、はい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 、フィルが入ってたんですね。タイヤも珍しいのだっていうのをちょっとそうです、ね、動画から拝見しましたメーカーがピレイっていう、はい、まあ、もともとはイタリアのメーカーなんですけど、はい、多分トラックでも、まあ、日本にもあるらしいんですけど、はい、本当に少ない、まだまだ入ってきてないタイプのですね。キングピンでしたっけ、はいはいはい、それって見えるんですか？あ、皆さんちょっと外してみましょうか、うん、あ、いいんですか？トラック自体は要はこれ連結を切り離すことができて、はい、そうすると見えるようになるので、あ、引っ張ります。引っ張る、これが外れた、これが外れた、ストッパーが効いてる状態で、はい、中に入ってもらうと今外れてるんで警告音が鳴ってるはずです。なんかピー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 音がしますね。鳴ってますね。これは一応警告音で、はい、まあ、これが要はロックが解除されましたよって教えてくれてる、はい、まあ、基本は向こうから順々に抜いてる感じ、はい、かかるものがなければ、はい、まあ、切れてるよってことで、はい、
まあ、裏側に1本ピンが見えてると思うんですけど、あ、こんなちっちゃいのでそれだけでもう荷重を全て支えるこれだけで、はい、結構折れないんですよ。ああ、そうなんです。これが折れるって事故はほとんどなくて、はいはい、基本的にトレーラーが離れちゃう原因としては、はい、あのちゃんとロックはされていない。 あとは、まあ、メーカーさんの話だったと結局このピンを通常はそこにこうここにこうストッパーが入ってて噛み合うような形になって、はい、上ってるなっていうとこちゃんとこう噛み合うんですけど、はい、この上に乗っかっちゃってる状態、あ、ただ乗ってるだけで走っちゃって途中で落ちる、まあ、切り離されちゃうっていう方が結構多いんですよ。あ、最初で何百キロも走っちゃった人とかいるらしいです。そう乗った、ただ乗ってる状態、要はロックされてない、はい、ただこれが乗っかってる状態で何百キロも走れちゃう、へえ途中で突然落ちるというか、なんか警告とかはないんですね。あるものはありますけど、はい、通常はこれが要は今これ引っ張られてるんで、はい、外れてるよって警告になりますけど、こうガサってロックされていても上に乗っちゃってると結局ロックはされてないじゃないですか、はい、だけど一応この機械的なロックされてるから異常なしって出ちゃうんですよ。ああ、そうなんですね。これ一応スリーセンサーカブラっていう特殊なカブラがついてて、はい、まあ、ヨーストさんってメーカーさんなんですけど、はい、この私の車に関してはちゃんと要は乗ってる、ただ乗ってる状態だと、まあ、警告が鳴るようになってます。この座面自体にこの表面にセンサーがついててちゃんとくっついてるよっていうセンサーと、あとはこのセンサーですね、このガシャってこう押し込まれてちゃんと鍵がかかってるよっていうセンサーも、3つセンサーがついてて、それでこの状態を常に監視してるんで、通常この車に関しては例えばこうガシャって抜かれれば中で警告が鳴るように分かるようにはなるんですよ。そういう機能がついてないものに関しては行っちゃってその落ちちゃうっていう人も結構たまにいますここが台座なんですよね。そうですね、うん、意外と細いというかもうちょっとごっついもんが必要なのかと思ってたんですけど、割とねこんなんで大丈夫なのかまあ単位の負荷がかかるんですけど、はい、通常トレーラーが要はひっくり返ったとしても、はい、これ要はこれ自体は絶対外れないようにできるんで、はい、まあ、変な話こうゴジラが出てきて後ろの台車を掴んで持ち上げたとしても絶対外れないような強度はありますので、これも見ました、手洗う、あ、そうですね、この中に、まあ、今ちょっと入ってないですけど、はいはい、水を入れることもできて、まあ、飲料水は入れないと思いますけど、ね、基本的には手洗うだけの手洗い用のやつが入って、なんか結構トラックとかこういうところに、はい、まあ、こういうのとかシルバーのボックスとかついてるの、はいはい、そういうのも全部オプションで、はい、なんかオーダーメイド的になんかやっぱり会社ごとに違ったりするんですかね。そうですね、注文するときにそういう箱をこう何どういうのつけるのかっていうのを選べるような感じ。うちは一応この樹脂のやつにやっぱ変えちゃったんですけど、もともとステンレスのやつがついてて、その代わりにこれを乗せてるのかな、はい、はい、割と容量はある、やっぱ樹脂なんで軽いんですごい使いやすいし、使いやすいし、結構でかいんですよね、割と中身は。ここではエアサスが抜き出しで、あ、そうそうそうもうこれはギアは全部エアサスになってるんですけど、まあ、今これインリフトっていって前側のタイヤをこう動かしている状態で浮いてますね、はい、5センチぐらい浮いてる、ね、これのメリットとかなんかどうしてこういう風にして走るんですか。そうですね、基本的にはまあ、今これ空っぽの空車の状態で荷物積んでない状態なんですけど、はい、荷物積んでない状態ですとまあ、上げて走ると当然燃費も良くなりますし、まあ、タイヤが2個設置されているものが1個になるわけなんでその分抵抗が減って燃費が良くなるっていう。あとこの車の場合は、まあ、前がね二軸といって、はい、まあ、通常の二軸タイプのトラクターヘッドで、はい、後ろに一軸なんで、はい、この状態で高速道路走ると大型料金で走れるっていう。へえ、これ1個下げてるだけで特大車になる。そうなんですねだいぶ変わってくるんで長距離走ると、まあ、ここにスイッチがついてる。ああ、この、バルブがついてますね、切り替えて。ほんとっすね。まあ、上こっち下見ると自動と加工ってなんですけど、はい、まあ、自動にしとくと要はこれ荷物積んでないときは勝手にこうやって上がってくれる。ああ、自動なんですね。はい、下げると今ちょっと下げますけど若干ね少し時間かかるんですけどだんだん下がってきて、あ、まあ、手動で下げることもできます。
はい、上げ下げするとこ初めて見ました。なかなか見えないですね。はい、でまあ、今これ金の状態でこう下につけると、はい、メリットとしては今こっちが、まあ、軸だったわけですよね、はい、でこれ今下げたことによって軸がちょっと前に移ったわけなんですよ、まあ、要はもっと小回りが効く状態になった。そうですね、はい、空車で小回りこう効かせて回りたいときなんかこう下げて、はい、あの使うってために一応ついてるんですね。結構運転した感覚とかは変わるもんですか？結構変わりますよ。いやいやいや、短くなりますね。あ、だいぶこの状態の方が当然困りつくんで、はい、はい、いやありがとうございます。私はまあ上げてた方が走りやすいっていう、ね、うん、上げる時は若干時間かかるんですけど、でも街中で走ってて上がってるやつは荷物積んでないんだなみたいな感じで。そうですね、はい、まあ、荷物積んでると下がって、まあ、勝手に下がってきちゃうんで、はい、これは何なんですか？これはもともとこの車って牛乳を運ぶタンクローリーなんですけど、あ、ここにカバーがついてて、はい、これを外してここにこう乗せるようになってます。ちょっと外してみましょう。あ、いいんですか？今日同じ形のタンクの車を見たんで、はいはいはい、それはでもなんか飲料かなんか積んでるんですね、多分。まあ、牛乳か。大体そうですね、牛乳か。へぇ、これが。で、要はこれをここにかぶせる。そうですね、なんかビールサーバーみたいな感じで、ひねれば出てくる感じですか？これをこうやると、まあ出てくる。あー。へぇ。前のオーナーさんというか、会社さんのこのウエスというか、ついてます。まあ、殺菌されてるんですよね、これもね、あの一応、はい、タンクローリーなんで、もともと食品をね、入れるものなんで。なんか違いはあるんですか、あの石油とか積んでるやつとの。そうですね、これはまあ、通常 の, そのタンクの素材自体がステンレスで、まあ、いわゆるその医療用のステンレスで、はい、菌が繁殖しにくい滅菌タンクって言われてるもので、はい、これ自体にも、まあ、要は二重構造になってて、内側にまあ、いわゆるそのコルクが入ってる、炭化コルクっていうのが入ってて、はい、断熱材の役割をしてて、まあ、冷たいまま運べるよっていうものがついてる機能としてますね。大きい魔法瓶みたいなもんですね。そうですね、いわゆるその魔法瓶タンクと言われていることになってて、まあ、中の品質をね、保ちながら運べますよって言ったんですね。考えられて作られてますね。なんか電気とかで冷やしたりするのかなと思ってたんですけど、そういうタイプもありますけど、これは基本的にもう積んだらそのまま、はい、でまあ、こうやってちょっと斜めになってるのがわかると思うんですけど、液体の色が流れやすくするためですね。若干斜めになってる。カメラではちょっとわかりにくいかもしれないですけど。坂になってるんですね。坂に。これは特に動力で何かこうポンプで圧送するんじゃなくて、重量で、重量で、自重でこう、まあ、あ、そうなるとここら辺のものはちょっと溜まっちゃう感じですか？あ、そうです、まあ、若干はね、完全に全てっていう二重構造だからここが一番下なのか分かんないですけど。そうですね、まあなるべくたまんないようにこうこういう風になってると思いますけど、ね、これもちょっとメーカーさんに使い方聞かないと正確なことは私も分からないので。飲料を積んでなんか災害支援とかに行かれるつもりなんですよね、はいはい、そうですね、あ、まあ、一応今日本笑顔プロジェクトさんっていうところと協定が結んでまして、はい、まあ、何かあった時にはこの車で、まあ、水を入れてですね、被災地に持っていくことができるっていうので、まあ、使えますよっていうような協定を結んだ自治体の方から。本当活躍する日が来ないのが一番いいんでしょうけど。そうですね。そういう災害支援にも使われるトレーラーです。そうです。昨日後ろからずっと見てて、はい、ナンバートーンがすごい綺麗だったんですよね。結構明るいですね。はい、まあ、日本のやつだと思いますけど、はい、ライセンスと LED のやつ、ちょっと明るいんで分かりづらいですけど、あとなんかブレーキランプもなんか特殊なやつだっていう、はい、あ、そうですね、なんか
見ました。まあ LED のライトになる、はい、まあ、ビグナルっていう会社のものなんですけど、日本であんまりいないんですかこれつけてるのは。そうですね、ボルボとかよくボルボのトラックに標準でおそらくついてるのがこのタイプのテールなんで、このバンパーはちょっと特殊で、これ日本で初めて、まあ、ユーロバンパーなんですけど、このユーロバンパーってこのヨーロッパ企画のバンパーで、はい、まあ、セノクロさんで初めてこれ共同計算で企画取って検討したものなんで、はい、日本第1号の第1号でアルミのバンパーですね、タクラーっていうメーカーの。へー、よくヨーロッパのトラックなんかここにこうテールをこう、まあ、丸いテールのが多いですけど、あー、なんか使ってますけどね、映画とかで見ますね、そういえば。あとはここにちょっと収納箱があって、あですかこれは。これは一般道を走るときには使わないですけど、ここにテープがある。うちの研修所って基本的に、はい、まあ、実践の、あの実践で使えるトラックを練習するところなんで、はい、まあ、これを要はオーバーハングとしてですね使うことができる。あ、要はここから、まあ、この車は短いですけど、はい、大きいトレーナーになると高低差とかで結構お尻が振るものもあるんですよ。あ、それの練習をするために一応オーバーハングの、オーバーハング日本で登録できる最大のオーバーハングのトレーラーで再現するためのことも、いわゆる短いですもんね今の状態だと。そうですね、それなければ別にお尻振ることはほとんどないので、あの割と、まあ、曲げても全然いけないんですけど、こんだけ出てると結構このお尻の振りも考えてるんでしたと。横の車にぶつけたいですよね。バスぐらいのハン、はい、オーバーハングになりましたね多分。そうですね、はい、こっから考えるとこんな感じの、はい、最後にして、まあ、練習するためのは、はい、それもともとこれ用の箱というわけではないんですか。あ、そうです、これはもう作っ、あ、これはあの本来はただの工具箱で、あ、ここつけてもらったんですよね、スノカさんで溶接して特注で、はい、作ってもらって、まあ、収納箱として使う目的です、ね、教習用に考えられた設備ですね。練習専用のトレーラー、通常荷物も積まないし、はいはい、これは何ですか。これはあのエアサスのコントローラーで、まあ、いわゆるこの台車の部分、これをこう車高を変えたりできる。ああ。後ろと一緒に前も上がるんですね。前もなんか前も、そうですね、後ろが上がったんで調節で鉄の部分を自動的に、これはまあ通常のタッパというか走行モードです。結構自由が効くんですねトラックも。そうですね、正しい位置で、ね、いやー初めて見ましたこんな。これこういうボルトで止めてあるっていうことは、はい、普通の箱のタイプのやつもこういう、はい、いうので取り替えたりできるんですか。そうですね、通常これあのこれはただのこれは共通で、はい、共通になって、ここから上がそのオーダーというかそういうので、はい、そうですね、これはタンクローリーを乗っけてますけど、はい、これは箱に箱を乗せることもできますし、はい、ダンプを乗せることもできますし、トラックの場合はやっぱりバスよりもこの骨の部分がかなりすごいですね、分厚いですね。これは全部鋼材でできてて、
んですけど、重さが全然違いますもんね、乗せるものの。そうですね、だから骨の部分を結構強化しないといけない車なんで、うん、これはあれですよね、はい、このスペアの下ろすための棒ですか、はいはい、あ、そうです、はい、スペアタイヤ、これは同じようなもんですね、バスと。あ、本当ですか。手動でオリーヤ、はい、トレーラーの場合ここにブレーキがついてて、これはあのトレーラーブレーキっていうもので、台車にのみ効いてるブレーキですね。だから基本的に停車してるときはこれを効いてで歯止めしてって感じで来ますね、はい、これをもう効いてると絶対動かないんで、動かないですか、はい、今解除した感じですね。これ引いてあるのはなんか運転席でわかるんですか。はね、特に警告は出ないですね。出ないですか、はい、でも忘れずに戻す。まあ焦ってたら単純に動かないんで、うん、そう、だいぶ強力なんですね。この強力ですね、うん、動くするんで、まあ、これがいわゆる足の部分で、あ、これが、はい、これだけの時に、はい、切り離しする時に、まあ、これで地面につけて使うためのものです、ね、これは手動なんです。これもエアーですか。これね、手動ですね。あ、ありがとうございます。要は回せばですね、結構ギア比があれなんですね。まあ重たいものなんで、はい、低速寄りなんですね。結構回さないと降りきんない。どのトレーラーもこんな感じですか。基本的には手動のはこんな感じです、ね、電動のも中にありますけど、この状態で要は切り離しができると、もう完全に設置してる、うん、足の部分もちゃんとボディと同じ色なんですね。あとはなんか他にトラック普通の単車と違うような部分ってありますか。そうですね、ヘッドの部分に関してはまあこの連結の機械ですかね、うん、今このホースがつながってるんですけど、まあ、エアのホースが2つと電気回線が2つついてて、はい、これを、まあ、切り離すときはこれ全部取らないといけないです、はい、でこの車はちょっとアラウンドビューモニターが後ろについてるんで、あ、カメラついてますね。前と横の部分と、はい、まあ、左側左右どっちかもで後ろの4箇所ついてるんで、後でお見せしますけど、はい、アラウンドビューモニターが見えるような感じですね。もう最新ですね。でこれは要は配線で、これはカメラの配線ですね。通常のトラックにはついてないですけど、これは有線でつなげてるんで、一応ここに箱がついてるんですね。ユニットが。じゃあトレーラーって基本的にじゃバックカメラついてないんですか。ついてないのが多いです。多いですか。中にはありますけど、ついてるの。いや、感覚で下がってるんですね。そうですね。本当にじゃあ紳士力がいるんですね。はい、まあ、紳士力もそんなにね。いらないですか。うん、私はあんまり意識したことないですけど。はい、てっきりついてるのかと思いました。そうなんです。これはあのアドブルー。あ、アドブルー。に窓があって、まあ、これは給油口ですね。油、ああ、ベンツのマークが、ベンツのマークが、ダイムラーですか。エンジンはベンツのエンジンなんで、タンク両方にあるんですか、はい、片方だけですか。これは片方だけですね。300リッター。300リッター、1タンクで300入るんですか。そうですね。まあトラックの目的によってはそのタンクを増やすという車もありますし。まあ、特にその大きい重トレって言われる重機を運ぶようなものっていうのは、はい、まあ、重機っていうかその重量物輸送ですね。なんかロケット運んだりとか、はい、そういう車はもうタンク4個ぐらいつけて1200リッターぐらい。今途中でそういうでっかい車って、まあ、この車だったらあのガソスタ入れますけど、はい、この倍ぐらいの長さのタンクローリーもあるんで、はい、そういうものになると、まあ、スタンド入れないんで、まあ、スタートした時に満タンにして帰ってくるって感じです。途中給油はもうできないっていう前提で。これ後ろ二軸のタイプのトレーラーもいますよね。あ、そうですか、はい、あれはもうちょっと重量は、まあ、要はその軸重が大きくなるんで、あ、大重量の荷物を運ぶ、ね、木材とかなんか大きいとかダンプとか、ダンプとか、あれはもうデフロック機能がついてるほとんどなんで、まあ、ダンプとかだとやっぱ現場とかだと結構ぐちゃぐちゃなとこ行くんで、はい、ダブルの方がまあ走破性が高いとかそういう目的でも使えますね。透過類つけてもらって、あ、いいですよ。いいですか。ちょっと明るいんで分かりにくい、分かりにくいかもしれないですけど、エンジンかけます。はい、
ちょっとね、分かりにくいですけど、灯火類全部つけてもらいました。はい、これは暗闇で明るそうですね。特に一番上のはい、横も結構光ってますよね。これも光ってるんですか？これは逆に真ん中光ってなくて、この周りだけ、縁だけこう光ってる。ああ、本当ですね。縁だけ。でもこの反射板って通常他の車ってこういうところにつけなきゃいけないんですけど、はい、これは一体型で反射板もこれに兼ね備えてるし、マーカーとしても使えるしっていう。いいですね。はい。セノプロさんオリジナルの。まあブランドはヨーロッパのブランドなんですけど、はい、セノプロ仕様の車全部これが唯一なんですよ。例のナンバーと。そうですね。例のナンバーと。これ夜だとすんごい明るいっすか。綺麗な白で。へえ。はい。自分だとわかんないんですけどね。あ、お願いします。あ、こっちの方が分かりやすいですね。